トロは、アメリカ海軍の潜水艦。天地急潜水艦の一隻。官名トロはスペイン語で、牛を刺し、サメや、ハコフグ科、キントキダイカなど、牛を連想する魚の総称にちなんで命名された。オオメジロザメベニキントキダイパシフィッククレバルジャックトロは1944年5月27日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。 1944年8月23日にアランジーカーク夫人によって命名浸水し、1944年12月8日に艦長ジェームズ・ D ・グラント中佐の指揮下収益する。1944年12月26日に偽装が完了すると、トロはニューハンプシャー州ポーツマス、ロードアイランド州ニューポート、 コネチカット州ニューロンドン沖での訓練演習に参加し、1945年2月11日にフロリダ州キーウェストに到着した。艦隊ソナー学校での訓練支援任務に従事した後、2月28日にバンパーと共にキーウェストを出港し、パナマ運河地帯で1週間の猛訓練を行った。2隻の潜水艦は3月15日に ハワイに向けて出航し、4月1日に、真珠湾に到着した。トロは、真珠湾沖で、第101潜水艦隊と共に訓練を行った。4月24日、トロは、最初の紹介で、ビルフィッシュとともに、日本近海に向かった。5月6日に、サイパン島に寄港。5月10日に、ショークに向けて出航したが、出航当日の潜水訓練の際、 レーダーマストの水密性が不十分な箇所を発見した。しかし、このまま紹介を行うこととなった。5月16日、トロは紹介及び救助配備担当海域である四国及び九州東方に到着した。この海域でしばしば日本機と遭遇したものの、その任務を遂行した。5月18日、トロは 戦望橋での観測に続いて、日本軍潜水艦のレーダー周波数を観測、敵艦への接近を試みたものの成功しなかった。トロは、文語水道を紹介するとともに、日本本土への空襲を行う爆撃機体の救助任務をしばしば命じられた。5月25日の夜明け前、トロは、沖ノ島沖で、 B-29 がトラブルを生じたとの連絡を受ける。トロは捜索を開始し、夜明けの2時間後に2名の陸軍パイロットを救助した。彼らは救命胴衣をつけ3時間半会場に漂っていた。その20分後にもう1名のパイロットを救助、その後は夜遅くまで捜索を続けた。 浴場浮上しての捜索中に2000ヤードの距離でレーダーでの接触を確認する。トロはレーダー接触の方向に回転したが、間もなく魚雷の鉱石と艦首が交差し、そのレーダー接触が敵艦であったことを確認した。トロは先行し、視認できなかった敵艦とのそれ以上の接触はなかった。トロは文後水道での紹介及び、 救命任務を6月14日まで継続し、その後マリアナ諸島に向かった。6月19日、トロは54日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島。潜水母艦フルトンによる修理を受けた。7月14日、トロは2回目の紹介で、日本近海に向かった。サイパン島で燃料、水の補給と魚雷のマーク18電池魚雷への変更の後、 7月24日に紹介海,海域に到着した。その日の遅くに紹介海,海域での成果のない捜索から遠方に移動した。トロの航空援護は18時に終わり、任務部隊の通過により危険な状態に置かれた。トロは指定時間に海域を通過することができず、20時55分に任務部隊をレーダーで観測した。 自らの身元を明らかにしようとする試みにも、かかわらず、トロは、間もなく、自らを敵と誤認した2隻のアメリカ軍艦艇により、砲撃を受け、砲弾が7400ヤードの距離に着水したため、22ノットの速度で急速先行した。トロは照明弾、発煙弾及びソナーで自らを遊軍艦艇であると、証明しようとしたが、 トロが150フィートの距離を通過した時点で任務部隊の艦艇は砲撃を続けていた。トロは400フィートの深さに先行した。水上艦艇は日本軍の紹海点を撃沈したものと考え、その海域で1時間半の間生存者を捜索し、トロが友軍の艦艇であることには気づかなかった。真夜中の1時間後にトロは浮上し、自らの紹海海域へ向かった。 その朝、トロは救助配備地点へ戻り、午後には救命いかだに乗ったイギリス軍パイロット3名を救助した。7月28日に日本本土を攻撃する空母攻撃部隊のためトロは救助配備地点で待機し、7月30日の正午、直後に陸軍航空隊の P-51 戦闘機からの救助無線を受信した。パイロットは トロの上空を旋回した後、800フィートの高度からパラシュートで降下した。トロの乗組員は7分以内にこのパイロットを救助した。トロはガビランと会合し、8月1日に救助したイギリス軍パイロットをガビランへ移乗させた。日本本土を攻撃する爆撃機体が帰還途中の救助配備地点海域を紹介中の8月5日にトロは水平線上に 濃厚な黒煙を観測した。同海域に着水した機体があることを受信し、煙の源を調査するため、全速力で向かった。20分足らずの後に、救命いかで発煙筒を焚いた陸軍パイロットを救助した。数分後にもう1名のパイロットを救助し、彼らを上艦させた。8月15日、日本は降伏。トロは、本州南方で、 多数の機雷を破壊した後、同海域を8月17日に離れた。8月20日、トロは36日間の行動を終えて、アプラ港に帰島した。トロは翌日、アプラ港を出港し、8月27日に、ミッドウェイ島に到着。9月4日にトロは、ミッドウェイ島を出港し、真珠湾を呼び、パナマ運河を経由して、東海岸へ向かった。 10月31日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアに到着、不活性化の準備に入る。1946年1月に、紅葉タグボート ATR-67 によって、栄光されニューロンドンに向かい、2月7日に、同地で退役、予備役官として保管される。トロは1947年5月13日に、最終駅し、5月28日に、 大西洋艦隊第二潜水戦隊に合流した。大潜水艦船演習に参加し、大西洋での模擬紹介を行い、地中海での艦隊戦術訓練に参加した。1950年1月28日に第二潜水開発グループに加わり、潜水艦の戦術、兵器及び装備の洗練化の支援を行った。トロは1962年7月まで、 大西洋及びカリブ海で活動し、その後ニューロンドンで第二潜水船体に合流、潜水艦乗員を訓練するという新たな任務を始めた。続く10年にわたってトロはこれらの活動に加えて定時の訓練と水上艦艇及び航空機に対して対潜水艦船訓練の支援を行った。トロはまたスプリングボード作戦に参加し、 地中海への巡航も一度行った。1962年7月、船隊記号がアグスへ変更され、1962年11月22日に、その海軍での経歴は終了した。トロは、ロングアイランドサウンドにおいて1万1000回目の、選航を達成した。1963年2月にトロは、非武装化の上、大西洋予備役艦隊フィラデルフィアグループでの、 流を命じられた1963年3月11日に退役し、1963年4月1日に除籍された。トロはスレッシャー発見のため沈められる予定であったが、その計画は放棄された。トロはその後、スクラップとして売却された。トロは第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。